どこに行くんだい？よし、行く。アンペルさん、そのジャラジャラしたのは何？ん？これか？これは錬金術に使う宝石だ。そのまんまジェムって呼んでいる。綺麗。錬金術に使うって何かの材料にするの？今のお前ならわかるかな。さらに強化。ああ、作ったものの限界を突破させるとでも言うか。極めればとてつもなく強い道具も作れるぞ。もちろん特別な技には特別な材料が必要となる。ジェムはどこで手に入るの？ジェム還元といってな、さまざまな材料を変化させてこれらの宝石を生成する。え、すごい。それって普通の材料から宝石を作るってことだよね。見た目は綺麗だが本物の宝石じゃないから希少価値はないぞ。売っても大した値はつくまいよ。我々錬金術師にとっては利用価値は大いにあるが、自分で作れるものをわざわざ買うやつはいないだろうな。つまり綺麗なだけで1コールにもならないのか。甘い目論みが崩れたところで、作ったものの最強化について説明しようか。何を入れるのがいいかな。さあ、何を入れよう。うわ、どれにし、これでいいかな。うまくいくかな。できた、バッチリ。ねえ、どこに行くんだい？よし、こんな感じでいいかな。よし、こいつを使ってコッパ
みじんにするよ。大丈夫かな。あ、いや、それが一番楽な方法だとは僕も思うけど。ライザは考えることが物騒というか大雑把というか、せめて失敗の巻き添えを食わないよう気をつけないとな。そこ、ごちゃごちゃうるさい。行くぞ。ほら、うまくいったでしょ。簡単じゃん。大惨事にならずに済んだか。ライザに使者上出来だな。どうしてそう回りくどい言い方するかな。素直に褒めなさいよね。何やらすごい音がしたが、これはどうですか。邪魔なガラクタがこの通り。ほう、多少焦げてはいるが、確かにやりおったな。見事だ、ライザリン・シタウト君。二つ目の課題も合格だな。よかった。でも二つ目って、ま、親ってのはそう簡単に子供を認めちゃくれないのさ。はあ、もう雨漏りの修理でも壁の塗り替えでも何でも来いって気分だね。ほう、錬金術というのはそういうのができるのか。バカ、余計なこと言うな。本当にやらされるだろう。あった。遠慮せず何でも雑用受け付けたらどうだ。それで村の連中にいい顔もできるだろう。ボス、俺たちのやってることが雑用だってのか。片付けが雑用でなきゃ何なんだ。父さんにお前らを推薦したのは俺なんだぜ。少しは感謝してほしいな。お父さん、この課題ってそういうことなの？別に雑用でも構わないわよ。実際に役には立ってるんだし。むしろ私の錬金術のアピールにご協力ありがとうございますってか。ち、負け惜しみを。どっちが負け惜しみだよ。ざまあ見ろ。ん？何がどういうことですかな、ルベルトさん。さて、子供同士のなんということのないじゃれ合いでしょう。それでは我々も戻りますかな。お父さん、どこに行く？よ。どこ？さあ、何を入れよう。さあ、何を入れよう。いいもの、できそうな予感。何を入れるのがいいかな。いいもの、できそうな予感。さあ、何を入れよう。どれにしようかな。これでどうだ。さあ、どうだ。じゃーん、こんな感じかな。なんか上達してきた気がする。
クラウディア？こんにちは、ライザ。他のみんなは？今はいないよ。でも、なんでここに？っていうか、一人で来たの？大丈夫？うん、ライザにフルートを聞いてもらいたくて。それ、あ、クラウディアも分かってきたみたいね。その心意気に免じて、お父さんには黙っててあげよう。ありがとう。それじゃ、早速フルート聞かせてよ。ありがとうございました。うん、すごくいいよ。前より肩の力も抜けてるし、みんなへのお披露目ももうすぐかな。それはまだ早いかも。入るぞ。ああ、二人とも来ていたのか。おかえりなのかな。遺跡の調査、お疲れ様です。あれ、この近くにはいないようだ。一応いいことではあるんだが。ならよかった。クラウディアが気楽に来られるように安全は確保しときたいよね。そいつをこっそり吹くためにか。あ、これは別に隠す必要はない。最初に会った時も楽器ケースを持っていただろう。え、二人ともクラウディアのフルートのこと。ああ、フルートなら旅先でも見たことがある。別に言い立てることでもないと思っていたが。そうなんだ。人目につかないようにこっそり練習していたというわけか。お父さんには秘密にしておいてくれると助かります。それが大将を離れて森に入り込んだ理由か。確かにここなら誰にも知られずに練習できるな。お父さんだけじゃなくて、ボースに見つかっても何言われるか分かったもんじゃないしね。ボースくんって私にも意地悪するのかな。するする。私たちが嫌がることなら何でもね。お父さんに秘密にしてることももし知られたら。あまり友達のことを悪く言うもんじゃないぞ。友達？あんなやつ友達なわけ。練習の邪魔をして悪かったな。リラ、もう一回りしてこよう。ああ、それじゃあな。それじゃあ私も戻るね。聞いてくれてありがとう。どこに行くんだい？よーし。あ、ライザ。うっ、アガテ姉さん？なんかやらかしたっけ？待て待て、今日は説教をしに来たわけじゃない。え、違うの？
てっきりいつもの流れかとは。でもお説教じゃないのなら、分かってるならもう少し。じゃない、お前に一つ頼みがあるんだ。頼み？ああ、あたしじゃなくて船着き場の漁師が。いや、直接話を聞いた方が早いか。最近お前が錬金術とかそういう便利なことをやってるって話を聞いてな。それで私に相談を？アガーテ姉さんにまで頼られるなんて、ちょっとは認められてきた？こら、調子に乗るな。すまないが、さっきの話をこいつにもう一回してくれないか？話してなんとかなるなら何度だって話すよ。実は魚がちっとも取れなくなっちまったんだ。魚が不良ってやつ？ああ、ここ最近だが、急にいつもの漁場から魚が消えちまったんだよ。おじさんだけじゃなくて村の漁師さん全員取れなくなっちゃったの？ああ、そうだ。別の漁場を探したり網を変えたり、いろいろと試してみたんだが、どれ、正直もうお手上げでな。網元もうちのじいさんもこんなのは生まれて初めてだって言ってるよ。どうだライザー、お前の錬金術でなんとかできそうか？なんとかね。私にできるとすれば、強力な餌を作ることくらいかな。解決できるんなら何でもいい、とにかく頼むよ。わかりました。この錬金術師ライザリン・シュタウトがちゃちゃっとお悩みを解決してみ。頼んでおいてなんだが、本当に大丈夫か？大丈夫だって。餌にするものは思いついたから、なんとかして作ってみるよ。普通にやったらうまくくっつけられないだろうけど、錬金術を使えば多分。なんでもいいからうまくやってくれよ。ねえ、どこに行くんだい？よし、行く。何作っちゃおうかな。どこにしよう。何を入れるのがいいかな。おお、いい感じかも。さあ、何を入れよう。いいもの、できそうな予感。何を入れるのがいいかな。何を入れるのがいいかな。新しいものができちゃいそう。どれにしようかな。これでどうだ。さあどうだ。じゃーん、こんな感じかな。どこに行こうかな。よし。
こに行こうかな。よし、どうしようかな。どこに何を入れるのがいいかな。さあ、何を入れよう。おお、いい感じ。さあ、何を入れよう。ちゃんと考えないとね。いいもの、できそう。さあ、何を入れよう。何を入れよう。いいもの、できそうなよ。さあ、何を入れよう。うわ、どれがいいかな。これでうまくいくかな。できた、バッチリ。ねえ、どこに行くんだい。よし、よし、行くぞ。これで大丈夫かな。これって、まあそんなところ、それなりに効果あると思うから、あんまり派手にばらまかないでね。エリプスコアやたらと深いから薪は効き目が薄いんだが、まあ漁師仲間には俺から配っとくよ。よろしく。あ、あと翡翠湖って潮目が変わると外界の魔物も入ってくるって言うから気をつけてね。ほう、魔物なんて嵐でもなきゃ入ってこないもんだが。もう一応気をつけとくよ。それじゃあな。後でどんな感じだったか教えてね。あ、アーガーテン姉さん、何人のことジロジロ見てんの。いや、極めつけの悪ガキも年月を経ればそれなりに成長することに少し感動していたところだ。それちょっとひどくない。せっかく姉さんの頼まれ事を引き受けたのに。すまんすまん。要するに錬金術師のお前を応援してるってことだ。本当かな。どこに行こうかな。よし、よし、強化するぞ。どこ。さあ、何を入れよう。おお、いい感じかも。何を入れるのがいいかな。おお、いい感じかも。入れよう。ちゃんと考えないとね。何を入れるのがいいかな。いいもの、できそうな予感。何を入れるのがいいかな。しようかな。これでいいかな。これでどうだ。さあ、どうだ。
それでさ、あのアガーテ姉さんが目をキラキラさせて、錬金術師のお前を応援するとか言って。すごいね、ライザも村の人たちに錬金術師として認められてきてるんじゃないかな。そうなのかな。まあ認めてくれるっていうなら悪い気はしないけどさ。自慢話より、潮目の変化で外界の魔物が入り込む危険性をちゃんと漁師に伝えたか。魚が消えたのは大型の魔物が湖に入り込んだせいかもしれないんだぞ。分かってます分かってます、それもちゃんと言ったってば。湖を渡る時も水面に影や揺らぎがないかしっかり見張るのは忘れるなよ。リラさんに教わったコツも実践してるから大丈夫だと思います。ライダいるよね。うわ、びっくりした、なんなのいきなり。餌だよ、ライダの餌。は？ライダ漁師さんたちに餌を渡したんでしょ。あれのおかげで大量になったって大評判なんだよ。へ、うまくいったんだ。すごいよライザ、本当に錬金術師として有名人になったかも。うんうん、仲間の僕が漁師さんたちに囲まれてもっと餌を作ってくれって頼まれたくらいにはね。大したもんじゃないか、錬金術師ライザリン・シュタウト。評判を聞いたルベルトさんが早くクラウディアのことを許してくれればいいんだけど。ああそうだ、本題は餌のことじゃなかった。ライザ、そのルベルトさんが用があるからすぐ来てくれって。お父さんが？また新しい課題かな。ここまで来ればとことん付き合うよ、すぐ準備していこう。